北川和雄君、はい、あの公明党の北川和雄です。あの簡単に二点お話をさせてください。えー、まず第一点目は、えー、昨日五月二十五日最高裁判所の大法廷が、えー、最高最高裁判所裁判官の国民審査について、えー、国民審査法が在外国民について審査権の行使を全く認めていないのは。 えー、憲法に違反するとして、違憲判決を下しました、えー、最高裁大法廷がですね、違憲判決を下すのは、戦後これ11回目、極めてまれなあの話でございます、私はあの国会としても、えー、まだこの党憲法審査会においても、ですね最高裁から、それも前,前回一致だと聞いてるんですけれども、 違憲判決が下されたということについて、やはりあの受け止めないといけないというふうにあの思っております、えー、憲法上、在外国民にも審査権を行使する機会が保障されているにもかかわらず、国会は在外審査制度の創設の立法措置を取らなかったと、立法不作為を理由にして憲法違反だと最高裁は言っております。そそもそもこの 国民審査を受ける最高裁判所裁判官自らがですね、全会一致でこのような意見判決を下しているわけでございまして、私は国会としてこれを重く受け止め、速やかにね、立法措置を検討し、実施をしていかねばならない、当然のことだというふうに思います。えー、憲法のですね79条、79条にはですね、 79条の2項でございますけれども、最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民の審査に付しその後、10年を経過した後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際、さらに審査をし、その後も同様、3項で、投票者の多数が裁判官の罷免を科とするときは、その裁判官は罷免されると。このように 規定をされておりまして、かつあの最高裁も言っておるんですけれども、えー、憲法の第15条で公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利である、要するにこの国民審査制度というのはです、ね、国民が唯一、司法にコントロールできる、唯一の手段が直接ですね、できる唯一の手段なんですね。 でこの国民審査制度というものを、まあ、ある意味、国会である立法機関が、これは行政もそうですけれども、ないがしろにしてきたのではないかというふうに、私はあの厳しい批判を受けてるんだというふうにあの思っております。えー、そういう意味で、このような大法廷判決が出ましたので、 ぜひ政府、特に総務省なんでしょうか、速やかな、えー、制度設計、えー、どのように在外審査の方法を、えー、するのか、その検討を速やかにやってもらいたいと思いますし、またあの国民投票制度というのは、我々もそう感じてたんですが、実際、国民の皆さんからご覧になって、どうやって判断したらいいのと、判断するですね、えー、参考になるような資料 材料いいうのはないわけですよねそれをやはりしっかりと、えー、政府が、さらには私は最高裁判所にもご協力をいただいて、国民審査が実効的なものになるように、国民の皆さんが判断できるように、その裁判官のです、ね、経歴、またさまざまな判決についてのその裁判官の、えー、主張、そうしたものが分かりやすくです、ね、国民に分かるようなことをやっぱり示していかないと、これは、 えー、結局政党としてはです、ね、形骸化していくと思うんですね、あのぜひそういう検討をして,いきたいとしていただきたいと思いますし、あのぜひあの私は憲法審査会としてもです、ね、最高裁大法廷判決で違憲判決が出たわけですから、私は憲法審査会として何らかの、ね、意見を取りまとめて、政府の側に何か申し入れをするだとか、そういうことだってあっても、しかるべきだというふうにあの思います。えー、もう一点お話したいのは 合区、えー、解消の件でございます今日はあの進藤議員から冒頭ありました、合区解消の件でございますけれども、えー、まずあの、憲法の中の統治機構、国会の中で、どういうその国会というのが位置づけをされているのかということを見たときに、まずあの、憲法第43条でですね、 両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織するとございます。えー、全国民の代表が国会、両議員、両議員の議員なわけです。衆議院議員も参議院議員も全国民を代表する議員でございます。で、それを踏まえた上で、日本のですね、この国会の規定で、衆議院と参議院というのはほぼ、 同一の権限が与えられています全ての議事というのは衆議院と参議院で両議員で可決をして初めて成立するというのが大原則になってます法律もそう予算もそう内閣総理大臣の指名もそうさらには条約の承認もそうさらには憲法改正の国民投票憲法改正の発議もですね 衆議院だけででできないんですね衆議院と参議院、それぞれの両議員の議決があって、初めて発議もできるということでございまして、衆議院、参議院というのは、国民の代表機関として、そしてほぼ同一の権限、権能を持って、そして国会としての重要な役割をです、ね、果たしていると、こういう位置づけがなされているわけです。とすると、その選挙の際の、 一票の価値の問題なんですけれども、この一票の価値の問題というのは、全国民の代表と位置づけられている以上、そして両議員が同じような強い権限を持っている、衆議院も参議院も、ということを前提にいたしますと、やはり一票の価値というのが平等でなければいけない、その平等というのは、ですねやはり最高裁が言っているように、基本的には2倍以内にですね、 一票の価値が収まるようにしていかないと、やはり全国民の代表と言えないのではないかということだと私はあの理解をしております。もちろんあのおっしゃってるようなですね地域の特性、さまざまな事情、それをね緩和していくのは重要だと思います。ただそれを勘案するとしても、やはりこの2倍以内の範囲の中で地域のさまざまな事情や特性等々をですね。 考,案あの考慮していくというのが、えー、最高裁のおそらく考え方なんではないかというふうにこれまであの理解をしておりましたあの、ぜひね、この一票の価値の問題も、国民主権、民主主義にとって非常に大事な大事なテーマでございますので、これからもしっかりと議論をさせていただきたいと思います。以上ですただいいま北川幹事ののの、ね、昨日の意見判決についての ご指摘はあの、これは立法府全体で,です、ね、受け止めるべき課題というふうに思いますが、憲法審査会としても果たすべき役割もあると存じますので、その点については幹事会で協議をいたしたいと思います。はい、ありがとうございます次に、えー